はい、田中90です。ラジオ動画やっていきたいと思います。ラジオ動画はね、今回も、あれですね、質問返信やっていきたいと思います。これからもね、質問返信やっていきたいんでね、概要欄にメールアドレス貼っとくんでね、質問があることはね、えっ、ー、と、ぜひ送ってください。あと、まあ、これは相談じゃないん、相談、相談とはま違うんですけど、 まああれですね。これからラジオ動画ね、名前を読み上げたいと思うんでね、名前を読み上げてほしくない人はね、匿名希望とか、まあ、最初とか後ろとか、まあ、位置はどこでもいいんですけど、わかりやすいところにね、書いてくれると嬉しいです。まあ、そうしないと、まあ、そうしないとってなんか言い方あれなんですけど、まあ、まあ、匿名希望ってまあ、書いてくれないと、まあ、これからね、普通に読み上げちゃうんで名前ね。まあ、名前読み上げられたくない、絶対にみたいな方はね、匿名希望って書いてくれると嬉しいです。はい。まあ、なんだろう。 いろいろな告知告知か一応告知だね。まあそういういろいろなね、告知は置いといて、置いとい,といてっていか、もう言っちゃったんで置いとくじゃないな。<laughs> 置いといて、まあ終わらせて本編のね、早速質問編集やっていきたいと思います。ではね、1通目の質問を読ませていただきます。はい。 いつも楽しく動画を見させてもらっています。自分は高校生なのですが。が朝起きるのが苦手なため、何度も遅刻してしまいます。田中さん朝起きるのが得意でしょうか。また朝しっかり起きれるようになるアドバイスがあったらお願いします。これからも応援してます。はい、ありがとうございます。まあまずね自分が朝は起きるのが得意かどうかみたいな質問があったんで、まあ、それに答えるとすると、まあ自分は朝起きるのはすっごい不得意です。はい。もう小学校の頃からですね。はい、ずー。 朝起きるのは不得意でした、ね、まあね、やっぱ朝起きるのね、得意不得意あると思うんですけど、まあね、小学校から得不得意な人はね、まあ、筋金入りの朝不,朝不得意とタイプだと思うんですけど、自分はまさにそれですね。はい。質問者の人がいつから不得意になったかまあわかんないんですけど、まあ小学生からだとしてはね、まあ、なんだろう、筋金入りということですね。はい。 まあそういうタイプの人は、まあ、朝起きるのがそもそも苦手なんですよね。自分、小学校の頃はそもそも母親に起こされてたんですよ。まあ、一応、目覚まし時計みたいのもあったんですけど、まあ無、無力化しちゃったんで意味なかったんですよね。まあ、なんで、まあ、そういうタイプの人は、なんだろう。う目覚まし時計無力化すると多分、そういうタイプじゃない人だと分かんないか、まず。まあ、説明すると、目覚まし時計でチリ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 ってなるじゃないですか。うるせえなって。 これパチンって叩くんですよ。それで無力化みたいなのがしちゃうんでね。最悪の場合自分の目覚まし時計そこら辺投げたんですよね。うるせえなって。ポイって投げたら <laughs>、目覚まし時計壊れちゃって。<laughs> まあそんなこともあったらいね、朝起きるのが不得意なんですが、まあね、いろいろ対策しましたね。例えば目覚まし時計を自分の場合に置きまくるとかね。5個ぐらい置いたかな。親に買ってもらって。まあそれでもね、結局ね、朝弱い人はね、あれなんですよ。全部パン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 ってやっちゃうんですよね。 うーんなんで一番重要な,重要なことは、やっぱ夜早く寝るってことじゃないでしょうか。やっぱね、夜の7時ぐらいに寝ると絶対に遅刻はないですね。100%遅刻はない。な、ま、ん、あ、でかっていうと、さすがに6時とか5時に起きちゃうんでね。ですよね。なんで、まあ、夜弱い、夜弱いとね、朝弱い人はね、早めに寝るのが一番最適解かなって感じがします。自分も睡眠時間長い方なんですよ。 小学校の頃は10時間とか寝てたかなだいたい。まあ、今でも8時間ぐらい寝るんですけど、まあ睡眠時間長い人って割とそういうのがあれですよね。まあ、弱点、弱点っていうか、朝起きるのが苦手な人が多いのかなって印象を受けます。はい、まあ、なんでね、自分の答えは朝早く、朝早くじゃない、夜早く、夜早く寝れるかな。なんですが、それがきついと。まあ、なんだろ例えば質問者の人が12時間寝るタイプだったりとか、夜更かしは絶対したいみたいな。 そういと夜は早く寝るのはね。なるとどうすればいいかっていうのは、まあいろいろパターンがあるんですが、やっぱまあ高校生なんで、多分家族がその一緒に住んでる人がいると思うんで、その人に頼むのが手なのかなと思います。はいもう叩き起こしてもらうみたいなね。もうそれが手ですね、ほんと。 まあね、やっぱね、人間の手を借りれば起きれないことはないんですよ、やっぱ。うん。なので、もう頼み込んでずっと起こしてもらうみたいな。でもそれだと、まあ、後々困りますよね。一人暮らし始めたりとかしたらね、一人、一人で暮らしていくにはね、自分で起きなきゃいけないんです。まあ、そういう時のためにね、どうすればいいかっていうと、なんと、最近ね、まあ、いろいろスマホのアプリとか、 ま、機械とかいろいろあるんですけど、なんかね、目覚まし、なんかね、あれらしいんですよね。睡眠って、浅い時と深い時があるらしいんですよ。そういうなんか浅い時だけ、なんだろう、浅い時だけじゃない。浅い時に起こしてくれるみたいな装置があるんで、それで起きるとか、あと光で起きるタイプの目覚ましもあるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、朝が近づいてくると明かりがなんかその目覚ましの中でが強くなってって、 でブワーって感じで、なんか光で叩き起こされるみたいな。なんか快適に起きれるらしいですね。自分試してないんで分かんないんですけど。やっぱおトよりもその光だとね、まあ、封じようがないんでね。まあ、まあ、まあ、投げられては我なんですけど。まあ、そういう手ですかね。うーん。やっぱ朝起きるってうのはね、深いですよ。やっぱ。早く起きるってのは。まあ、ちょっと脱線かなりしますが、なんか朝起きれる人に聞くと、あれらしいんですよね。あのー、勝手に起きると。自分はな,なんで逆に起きれないのみたいな。 その自分の体勝手に起きるらしいんですよ。例えば、体内時間で6時って起きたら6時に起きるみたいな。抜くって6時に起きるみたいな。なんかそうらしいんですよね。やっぱだから体内時計を整えることが重要なのかなと思ったんですけど、まあでも自分、小学生の頃夜更かししてなかったんで、体内時計も狂ってなくてそれなんで、やっぱ先天的なそういう能力みたいな、なんですかね。わかんないですけど。<laughs> まあ、どうなんですかね。努力で勝ち取れるものなのか謎なんですが、まあ、 まなんですかその人いわく、まあ、決まった時間に寝て、決まった時間に起きる。まあこれ、例えば10時に寝て、例えばまあ7時とか6時に起きるようになると、もその体がインプットされて、目覚ましの前に起きるみたいなことが起きるらしいです。はい、自分も実はそれ試したことあるんですけど、見事、成功しませんでした、はい。自分はね、その目覚まし前に起きるって感覚がつかめず、一ヶ月間ぐらいやったんですけど、結局できずにペッてなってやめちゃいましたね。 1>, 1ヶ月じゃダメなのかな ?1 年ぐらいやんなきゃいけないのかもしれないですけど。<laughs> まあだから朝早く起きるっていうのはね、そんなね、簡単なことじゃないんですよ。やっぱ。うん。うんうんうん。なんで、頑張ってください。自分もね、早く起きれる側じゃないんで、もうね、答えは一つ目ざ、あの頑張ってください。はい、こんな感じですね。はい。<laughs> 質問、ありがとうございました。はい。ではね、次の質問いきたいと思います。次の質問はですね、ちょっと変わった質、変わった いや、変わってはないね。いや、すみません。変わってはないですね。そんな。じゃ次の質問。いや、変わってないけど、自分に質問するのは変わってるみたいな感じですね。じゃあね、読んでいきたいと思います。はい。はじめまして。いつも楽しく動画を拝見させていただいております。早速、質問なのですが、私は現在、 ゲームで知り合った男性のことを好きだと自覚しているのですが、田中さんはレッドレンガーについてどう思いますかこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。まあね、自分はね、まあ、動画だとわかんないんだよな。動画だとね、わかんないんですよ。で、配信だと割とたびたびっているんですが、まあ自分は、まだね、童貞なんですよ、残念ながら。うーん、残念ながらね。うーん。 童貞なんで、ちょっとね、女子と恋愛についてね、語れる能力が、女子とじゃない、女子の、女子のやな、女子、女子いらねえわ。え <laughs>、女子いらない。<laughs> えっと、恋愛について語れる能力があるか、甚だ疑問ですが、一応ね、恋愛について語っていきたいと思います。なんでね、そんな当てしないでください。私の恋愛話は。はい。まあ、それを置いといて、まあ、レ,レット恋愛ってどう思いますか、はい。 ま正直なところ、昔はくせえなぁと思ってたね。うん。だ臭くないもうね、そういう風潮だったじゃん。もうネット恋愛とか何みたいな。バカじゃねえのみたいな感じであって、自分も割と同調じゃないですか。まあそうだなぁ、みたいな。やっぱ顔と会ったことない人と恋愛なんてなぁと思ったんですけど、まあ最近っていうかね、最近でもないな割と前に考えかれました。まあ別にいいんじゃね、みたいな感じになってきました。はい。まあなんでかっていうと、まあ顔見えてないのは確かに、 結構危険だと思うんですが、ゲームで知り合ったっていう声は知ってるんでね、まあボイチェン置いといて、まあ性別はまあ多分正しいのではないかなと思うんですよね。まあネット恋愛のまあ怖いところっていうのは、やっぱ男が女だと偽ったり、女が男だと偽ってると,いうとは怖いところなんですが、まあ知り合った男性、ね、ゲームで知り合うってことは大体ボ VC があるんで、 まあ、ボイチェンだったらまあ気づくかなっていう。まあでも最近のボイチェンすごいらしいけどね。まあそれは置いといて。まあそういうなんかしょうもない家庭の本当にまあ、多分まあ男性、女性だとね、自分は信じる、信じる。なんか信じるってなんかおかしいな。まあ男性、知り合った男性が本当に男性であるっていう家庭家庭して、家庭じゃないね。まあ半分も決まってるよな。まあ、まあ、それは置いといて。 まあそういう、<laughs> ここ重要じゃない。ここ重要じゃない。ここ重要じゃないの置いといて。<laughs> まあいいんじゃないっすか。まあぶっちゃけ恋愛なんて単にどう思われようか自分たちが重要なんじゃねえかなって正直思ったりしもうしなかったりするんですが、うーん、まあね、まあ今の時代さ、ネット恋愛とかまあ、普通だよ普通、普通止まりは言わないか。泊まりは言わないけどさ、まあありうる話だよね。だって、Twitter とか Instagram。 まあ、フェイスブックとか、そういう SNS がいっぱいあってさ、やっぱ、趣味で繋がるみたいなのと似てるよね、やっぱ。なんで、まあ、ありなのかなあり、ありっていうか、まあ、ありっていうか、普通にありうる話だなって感じですね。自分的にもそんな、まあ、そう、そうですか、みたいな感じですね。まあ、うん、そうだね。まあ、レッド恋愛なんて、まあ、今はそんな珍しいことじゃないしね、ぶっちゃけ。なんで、全然、ありかなしかって言われたら全然ありっすね、やっぱ。 ありっていうか、まあ、自分が判断することじゃないなっていう感じなんですよね。正直まあ、なんだろう。人のことなんで、いや、こういうこと言ってあれなんですけど、自分、別に他人、他,他人、ちょっと話しするべきけど、他人が何しようか別によく、良くないみたいな。わかります例えば、自分が関わってくるのはまだ別ですよ。なんか自分が、例えば、その、恋愛に関係してるとかだったら、まあなんか、 考えは変わるのかなわかんないんですけど、まあ自分関わってないんですよね、ぶっちゃけ。ネット恋愛。なんでまあ、他人が何してるか自分は <laughs> ど,どうでもいい <laughs>、どうでもいいって言ったら失礼なんですけど、関係ないみたいな、まあ他人は,他人,は他人、は他人自分は自分なんで、別にどうも思わないっていうのが正解なんで、正直ネット恋愛についてね、昔はないなとか思ったんですけど、まあ、別になんか正直、もう他人の好きなことだし、まあどうぞみたいな。 なんですよね。まあそう、まあ話はちょっとずれましたが、まあそれを置いといたとしてもまあ自分はありなのかなっていう。やっぱ趣味でつながるっていうのはでかいですからね。うん。やっぱ共通の話題を持ってるのがやっぱ恋愛において重要なんではないかなって童貞は推測してるんですよ、やっぱ。例えば学校で恋愛するってなったらやっぱ学校っていう強力なコミュニティの中で話題がある程度共通するじゃないですか。なんで恋愛っていうのは結びつくんですよね。 だから、逆に言うと、そういうのがないと恋愛って難しいと思うんですよ。恋愛とか置いといて、まあ人間関係でもそうじゃないですか。基本的に共通のコミュニティがあって、共通の話題があって、やっぱ付き合うと。まあ SNS とか Twitter だとね、やっぱ共通の話題,がの共通の話題とか、SNS や Twitter やゲームだな。そういうもんだと、やっぱ、 ゲームってまず共通のコミュニティがあって、で話が、まあ、あうわけじゃないですか。ゲームっていう話があるんでね。いきなり話せって感じじゃないと思うんでね。まあ、それはまあ、好きになったり、仲良くなったりするのはまあ当然のことかっていう。まあ、趣味って一番仲良くなりやすいしね、やっぱ。共通の趣味って特に。何でもそうだけどね。まあ、すごい話がなんか横にそれまくりましたが、まあ、そのましては、あれ、まあ、ネットレがありなんで、ぜひ頑張ってください。はい。 まあ、<laughs> でも、到底にさ、ネット恋愛頑張ってくださいって言われても、ははは,はってなるくらいか <laughs>。正直ね、あんま説得力ないと思うんだよね <laughs>。なんかさ、俺が百戦錬磨のツアモノだったらいいんだけどさ、いや、経験ないみたいな、なんか、エアップなわけなんだよ、俺は。エアップなんだよ。例えば、 PUBG をやってないのに PUBG について語ってるみたいな感じだと思うんだよね <laughs>。内容としては割と似てると思うんだよ <laughs>。あんま、あってにしないでほしいんだけど <laughs>。まあ、そういう、まあいろいろありますが、まあ、はい。はい。じゃあね、この質問終わっていきたいと思います。質問ありがとうございました。はい。まあね、早速ね、早速じゃない。今回のね、質問編集はね、こんな感じで終わっていきたいと思います。はい。質問、質問じゃない。概要欄にね、メアド貼っとくんでね、ぜひぜひ送ってください。はい。 今回こんな感じで終わります。お疲れ様でした。おつー。